やっべえ、またやっちまったな。ちょっと気合が入りすぎちまったぜ。すいません、バット交換してきます。おい、ちょっと休憩だ。みんなベンチに集合。はい。よし、全員集まったな。今日はお前たちに大事な発表がある。いい知らせだ。次回の試合が決まった。その相手校は因縁のライバル黒曜中だ。よっしゃ、黒曜中か。やっと戦えるぞ、あいつらと。やっと絶対勝とうぜ。やってやろうぜ。ほら、みんな静かに。試合日は波盛り中の学園祭当日だ。相手校の都合でな。他の日では調整がつかない。どうしても学園祭に参加したいという部員がいたら早めに申し出て、その場合にはメンバーを検討する。どうする？どうした山本？いえ、何でもありません。よし、それじゃあスターティングメンバーを発表するぞ。はい。1番ショート田中。はい。2番セカンド。お、1番が田中さんってことは、今回の試合俺補欠かもしれねえな。7番センター吉田。はい。7番は吉田さんか。8番のキャッチャーは部長だし、ピッチャーはもちろんエースの坂松先輩。お、今回俺補欠じゃねえか。ちょっと悔しいけど、試合休んで学園祭の劇出ても平気ってことだよな。9番ピッチャー山本。ピッチャー山本。山本って。おい山本、お前だ。しっかり頑張れよ。え、本当ですか監督？俺が先発ピッチャー？そうだ、今回の試合はお前に先発登板してもらう。必ずいい経験になるはず。黒曜相手で俺が先発、マジかよ。すげえじゃねえか山本。しかも黒曜相手だぜ。お前の球最近切れてたからな。期待してるぞ山本。黒曜に打たせんなよ。頑張ります。あっちゃー、こりゃ試合休める雰囲気じゃねえな。ま、仕方ねえか。それに先発なんて光栄じゃねえか。忍者劇は諦める。クラスのみんなにはしっかり謝らねえとな。よし、そうと決まれば全力で俺の球を投げ込んでバシバシ三振取ってやっからな。俺が控え。ツナたちには悪いけど、こういうことは早めに言った方がいいな。おい、てめえ、部活じゃなかったのかよ。お、今終わったとこだぜ。あ、そうだ、極寺、忍者劇のことなんだけどな。そのことなら、心配いらねえよ。え、なんだ極寺、お前知ってたのか？劇の基本なんざ、俺が一瞬にして覚えてみせる。
今も図書室にこもってたとこだ。なんだ劇の話か。ああ、じゃあおめえは何の話だと思ったんだ。まあ劇の話だとは思ってたんだけどな。それにしても奥寺頑張ってんだな。当たり前だ。10代目の期待にはちゃんと応えるぜ。おう、頼もしいな。めんどくせえが、ちゃんとおめえの役も用意してやっから期待して待ってろ。俺はまた図書室行ってくる。邪魔すんなよ。おい極寺。まあ今度言えばいいか。